いんだ大丈夫すぐ止まるから大丈夫じゃないなんてまあそうかな医者が俺の人生は1週間しかないと言ってた残っている時間どうすればいいと思うの顔で見ないでよまだいるじゃないか最後の最後までいじめさせてよえ何これそんなつもりじゃなかったけどなんで自分と泣かないの約束もしたのにおい俺はまだ死にたくないんだ決められるなんて嬉しいよもう君がいないの生活が思えられませんでもずっと君のそばにいるの約束が守れないと思うごめんなさい君をちゃんと守れる人を見つけたら君の幸せをお祈りしています